コウ君、しっかり食べなさいとも言ってるね。けど味気ないオートミールだ。トッピングは、うん、まずは最初はバナナ。アイスクリームにも合うね。あればだけど、まあちょっとつまむのにちょうどいいね。ちなみにこっちはおばあちゃん流、フォークをひねるとこうやって切れるんだ。チップスを食べながらの秋のお散歩。おや、急に行きたくなっちゃった。幸い準備はできてる。テント、プライバシーの確保だ。急げ。トイレットペーパーと消毒ジェルは持ってきた。一方おばあちゃんはシーツと洗濯バサミ。おばあちゃん質素なタイプだね。ありゃ、お昼ご飯が台無しだよ。胃薬が必要。なんだ、スイカか。カットしよう。この道具はうってつけ。おばあちゃん、それジェームズ・ボンドのやつ。そしてボンドのように秘密兵器を持ってる。カッターとパイプ、重力があれば仕事ができる。おや、最後までできちゃった。大丈夫、お孫さんが助けてくれるよ。フルーツを切ってジューサーに入れる。さあ絞りたてをどうぞ。っておばあちゃんにあげないの？そしたらおばあちゃんはどうするのかな。シリンジを取り出した。そこにイチゴ、そしてプレス。でコップはいらないの？二人とも。シェフが餃子を作ってるね。そーら、包め。あー、中身が漏れちゃってる。やっぱりピザにしといた方がいい？あー、いいね。餃子メーカーが助けてくれる。軽く押せば綺麗にできる。おばあちゃんも裏技を知ってるみたい。半分に折ってフォークで模様をつける。ただしあんのレシピは内緒。なあ、虫だ、スカートの中に。でも大丈夫、そんな時に虫キャッチャー。ボタンを押せばさっと吸う。ってそうだ、虫って飛べるんだった。落ち着いて、おばあちゃんにはマッチ箱がある。さっと捕まえた。スライドして入れちゃえ。お寿司ね。大丈夫、前端があるから。ま、初心者向けだけどね。補助輪みたいなもんだよ。おや、おばあちゃんはナプキンを使うの？巻くとお尻のところが離れない。練習が大事なのは一緒だけどね。ラインストーン、持ち物に貼るだけじゃなくて顔に貼っても楽しいね。でも顔を引っかくと落ちちゃうよ。おばあちゃんの知恵、スポンジを好きな形に切る。
そこにメイクを塗ればスタンプになるぞ。押しすぎると病気みたいになるから注意。顔のかゆみも見てもらったらどうかな。おばあちゃんの言うこと聞いときな。野菜は大事。それなら野菜を楽しく食べるってのはどう？キュウリが削れる優れものだ。渦巻きだ。パスタみたいだね。コーラで流し込んじゃえ。そうやって切りたいならこれでいいのに。古い缶に切り込みを入れる。その上にキュウリを当ててぐるぐると切っていこう。ほんのりコーラ風味。キュウリは顔に貼っても使うよね。リラックス。ああ、人間の欲しがる悪い子だ。別のおやつを探さなくっちゃじゃん。このケバブメーカーを使おう。お肉を入れる。たっぷり入れるのが美味しいんだよね。おばあちゃんには別の考えがあるみたい。ボトルにひき肉を入れて串を刺す。そして押し出す。すごいじゃん。焼くのを忘れずに。ケチャップください。またお腹減ったの？そうしたらお寿司にしようか。これが使える。まずシャリを入れる。次に刺身、サーモンがいいね。あとはアボカドで色を足して閉じたら海苔の上に押し出す。あれ、思ってた感じと違うね。幸いこっちには料理の鉄人がいる。製氷機に材料を入れていっぱいにする。シャリは最後。ひっくり返せばほら押し寿司だ。で、彼がさ、で、私がさ、なあ、待って。なあ、次の歯医者の予約はいつ？そんなあなたにホワイトニングシート。歯の真上に貼ってみて。しばらく経ったら剥がすだけ。ほら、ずっと綺麗になった。おばあちゃんもやってみる？あれ、天然パーマかな？やってもらったのかな？新しいスタイル試してみたいよね。ぐるぐる巻いてアイロンに任せる。やっぱり美容院に電話した方が。カツラを買う羽目になっちゃうよ。おばあちゃんとコーラの缶がまた現れた。小さな窓を切って中に紙を入れる。そしたらブローで固定する。すごいね。メッシュも入れてもらう？おや、顔に寝た跡がついてる。また寝たら治るかも。いや、この道具で治すんだ。うわあ、ってなんで髪型まで。まあいいか。おばあちゃんもおしゃれに余念がない。このスプーンでシワが伸びてくぞ。あー、スプーンか。
シワも伸ばせればスープも飲める。おばあちゃん会でした。また次回。